近年、観光客の急激な増加によるオーバーツーリズムの問題が顕在化しており、世界的に注目が高まっています。オーバーツーリズムとは、観光地にキャパシティ以上の観光客が押し寄せることで、観光公害と表現されることもあります。街中の人混みや交通渋滞、トイレの不足といったインフラの問題、騒音やゴミの増加、環境破壊や景観の損失など、観光地に居住する人々の生活に与える負担と悪影響が問題になっています。オーバーツーリズムは2030年までに訪日外国人旅行者数6000万人を目標とし、観光先進国を目指す私たちにとって見過ごすことができません。この問題に直面している各国の観光地は、持続可能な観光の在り方を模索し始めました。観光客の満足度を高めながら、地域住民の生活環境の確保を両立させるため、また地域の継続的なビジネスを成り立たせるには、持続可能な観光地づくりを目指さなければなりません。観光客の受け入れを制限するのではなく、分散の発想によって観光地のキャパシティを広げ、地域の新たな魅力を発掘したり、新たなビジネスを生み出している事例があります。例えば、朝観光を推進することで観光客の一極集中を解消する取り組みや、宅配サービスを使って持ち歩く荷物を減らす手ぶら観光により、観光客の移動範囲を広げ、電車やバスの混雑を緩和する取り組みがあります。これから一層国際化していく社会の中で、住んでよし、訪れてよしの日本の未来を大きく花開かせるのは、子どもたちに他なりません。持続可能な観光が地域の発展に果たす役割を共有し、伝え続けていくことが求められています。